でも相変わらずだったね。私もすごく緊張しちゃった。みんな楽しんでくれたかな。それはもう最高でしたよ。ランプに聞いたんじゃないよ。水着イベントも発表されましたし言うと思った。皆様の水着姿リュフリュフフ、楽しみすぎておかしくなってしまいそうです。あー、はいはい、落ち着こうね。あれ、どうしたんだい。今パスを感じたよ。本当ですか。間違いない。あの方たちはもしかすると。出番だよ、ギータ。聞けて本当になんか、皆さん喜んでもらえてるんだなっていうのを肌で感じて、うん、本当にありがたい限りです。はい、それではここで軽音がどんな衣装で、そしてバトルの中でどんなことをするかなどちらりと見れるそうなので見てもらいましょう。こちらです。放課後ティータイムです。いくよ。よっしゃー、やってやるです。平沢優衣です。ギターの名前はギータって言います。中野あずさです。なんて言わないですよ。タイナカリツ、軽音部部長でドラム叩いてるよ。ベース担当の秋山美穂です。恥ずかしい。ことぶきつむぎです。ケーキと紅茶を用意しましたよ。キララファンタジア、タッチもあるよ。ここで軽音イベント詳細情報です。イベントタイトルは軽音エトワリアライブ。報酬キャラクターは星4平沢優衣です。開催期間は7月23日月曜日の17時からを予定しております。イベントの特徴なんですが、なんと全ユーザー協力型の新しい形式のイベントなんです。みんなで協力して目的を達成するとイベント参加者全員報酬がゲットできます。ではでは、気になるあらすじはひかささんに発表してもらいましょう。ではありがとう。こちらを読んでいただきたいと思います。はい、エトワリアにやってきたユイ、リツ、ミオ、つむぎ、あずさたち放課後ティータイムは異世界でも相変わらずお茶会を楽しむ日々を送っていました。ある日、あずさが持ってきたチラシを見てエトワリアの音楽祭への出場を決める5人。しかし電源もアンプもないエトワリアではユイたちの楽器は使い物にならない。果たして放課後ティータイムはエトワリアデビューを果たすことができるのかという内容になっています。ありがとうございます。楽しみですね。それではひよさん、はい、
軽音参戦について意気込みをお願いいたします。はい、いや本当に軽音という作品に出会ったのが、まあ、約10年前なんですけれども、10年の時を経てこうしてまた皆さんの元にこう戻ってこられたなっていうのがすごく嬉しいです。役者のみんなともちょっと話していたんですけれども、本当に嬉しいねというやり取りをしています。皆さんにたくさんの人にですね、ぜひ軽音 のイベントをやっていただいて、軽音の第一の青春と呼ばれたあの時をちょっと思い出してもらえたらなと思っております。ぜひたくさんプレイしてください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。軽音も参戦するキララファンタジア、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは本当に本日はありがとう